ヤギ宗ムは、江戸時代初期の武将、大名、剣術家。徳川将軍家の兵法指南役。山とヤギ藩初代藩主。剣術の面では、将軍家五流儀としての、ヤギウ深影流の地位を確立した。元気2年山と国野球賞に生まれる。父は、ヤギウの領主で、上泉信綱から、深影流の因果状を伝えられた、剣術家でもある野宗、ヤギ宗ム母は、 奥原助豊の娘、兄に、都勝、総明等がおり、胸乗りは兄たちと共に、父のもとで兵法を学んだとされる。若年時の行動は、記録にないが、父の代に、先祖代々の所領が没収されたために老人となり、主官の口を求めて、豊臣秀吉の小田原生伐で陣狩りをしていたとする、話が伝わっている。文年月、京都郊外の村において、 父、宗都氏が、黒田長政の仲介により、徳川家康に招かれて部下刀取りを披露した際に、父と共に、家康に越見し、父の推挙を受けて200国で、家康に仕えることとなる。豊臣秀吉の死後、家康と石田三成たちの対立が深まる中、慶長5年に、家康が、上杉影勝討伐のために、合図に向けて出陣すると、 胸のりもこれに従軍する。その道中、下屋国小山に至って、三成ら西軍が挙兵した知らせを受けると、家康の命により、野牛省に戻り、筒石や大和の豪族と協力して、西軍の後方建成を行う。同年9月13日、無事工作を終えて、家康の元に戻り、続く関ヶ原の本戦では、本人で参加した。戦後これらの功績によって、父の代で、 失漁した、大和や牛将に戦国を取り戻すことに成功する。翌慶長6年には、後の二大将軍、徳川秀忠の兵法指南役となり、同年9月11日に戦国加造、合わせて三千国の大見旗元となった、慶長20年の大阪の陣では、将軍、秀忠の下で従軍して、徳川軍の案内役を務め、秀忠のもに迫った豊と臣と方の武者七人を、 柴叩たたく間に倒したという。なお、胸のりが人を切ったと記録されているのは後にも先にも、この時だけである。野ギ家のカエモン、ヤギ大阪の陣の翌年、現画2年には、友人でもあった、坂崎直盛の反乱未遂事件の交渉と勝利に、活躍し、坂崎家の武器一式と伏見の屋敷を与えられた。なお、直盛の自害のみで事を収めると約束した幕府は、その後、 坂崎家を取り潰している。その約束で直森の説得を行った宗則は、結果的に直森を陥れたことになるが、宗則はそれを修正忘れぬためなのか、もともとの野牛家の家紋、千にれに、鈴に加え、副紋として、坂崎家の苦い傘を加えて使い続けている。これが後に、野牛苦い傘と呼ばれる紋となった。またこの際、坂崎の着手、 平四郎を引き取って二百国を与えて、大和に住まわせ、二人の家臣を引き取り、そのうち一人には二百国を与えている。元七年三月二十一日、後の三大将軍となる、徳川家光の兵法指南役となり、新影流を伝授する。その後、将軍に就任した家光からの信任を深めて、家造を受け、官営六年三月に、十五石下に、ジョイ。 田島守に任官する。さらに、官営9年10月3日には、3000国を加増された。あと、同年12月27日、初代の幕府総目付けとなり、老中、初代名の観察を任とした。その後も、功績を挙げ、官営13年8月14日の4000国加増で、計1万国を受けて、ついに大名に弟子、大和国や牛藩を立藩。 さらに晩年に至って、寛永17年9月13日、500国の家像。続いて、前年に亡くなった、次男、友則のりの医療分2000国の家像もあり、所領は12,500国に達した。一回の剣士の身から大名にまで立身したのは、剣豪に分類される人物の中では、日本の歴史上、彼ただ一人である。また、友人の拓庵双方を家光に推挙したのも、 この頃のことである。吉野禅寺境内、野牛一族の墓所にある胸乗りの墓番年は、故郷である野牛省に戻ることもあり、その際、陣屋に、家臣や、近隣の住人らを招き、猿学、統計に教じるなどしていたという、正法三年江戸麻布美学墓にある辞邸で病む、同年三月二十日、病が重いことを聞いた家光が見舞いに訪れ、病床の胸乗りに、 新影の奥義を尋ね、望みがあれば申し出るよう命じた。3月26日、死没、去年76、遺言によって、武州丹芝で、火葬の上、豊島軍下練馬の縁、三山博則寺に葬られた。その他、友人の宅案双方を招いて開いた奈良市、柳生下町の新御山、吉典禅寺,寺にも墓所があり、京都府南山城村田山の花正寺跡に墓碑がある。 また、鍋島元重、鍋島忠志能により、現在の佐賀県を義市にある、岡山神社内の玉成者に祀られてもいる。同年4月、その死を惜しんだ、家光の水居により、14位下を増員された。一万国のみで14位下の増員は異例であり、それだけ家光からの信頼が厚かったことを示すものと、言える。小には、石岩の剣士として知られる長男の三つ 家光の寵愛を受けたが父に先立って創生した、友則、父の死後間もなく、母子と三つに代わって、将軍家史繁役を継いだ、宗冬、母大寺吉則寺の第一世獣となった、列道義仙の四男と、他二女がいる。詳細は、標方家伝書を参照。宗則の,の思想は、その代表的著作である、標方家伝書にて詳しく述べられている。 実践でどのようにあるべきかという標法本来の思想だけでなく、標法はいかにあるべきかという社会的な面からの思想も述べられているのが特徴である。社会的な面での思想病法の理想として、活人権を提唱した。これは、本来忌むべき存在である武力も、一人の悪人を殺すために用いることで、万人を救い、生かすための手段となるというもので、 戦乱の時代が終わりを迎えた際、太平の世における剣術の存在意義を新たに定義したものである。また、拓庵の教授による健全一致等の概念を取り込み、終身の手段としての剣術も提唱したことで、それまで戦場での一義法に過ぎなかった武術としての剣術を人間としての高みを目指す武道に昇華させる端緒となった。これらは大きく広まり、 剣術のみならず、柔術や創術など、江戸時代の武道各派に影響を与え、その理念は、現代の剣道にも受け継がれた実践的な面での思想直接的な技法だけではなく、進法にも注目し、この重要性を説いた、ここで言う進法は、観念的なものではなく、現代で言うメンタルトレーニング的な面が強く、相手の動きや心理の洞察、それを踏まえた、 様々な駆け引き、またえかなる状況においても自身の実力を完全に発揮しうる、心理状態への到達、維持など、実践における心理的な要素を極めることで、より高みに達することを目指したものであった。これについて、技法を過論じ、信仰に偏重したと批判する意見もあるが、胸のり自身は、標法家伝書において、あくまで技法を完全に収めた上で、 これを自在に扱うために必要なものとして、信仰を説いている。標本家伝承派隠れ、出典不明将軍家指南役にして、野牛神影流の当主であった宗則には、多数の弟子がいた。それらの弟子たちには、大名家へ指南役として仕えた者や、後に一流の流祖となった者も,も多かった。また、将軍家である、秀忠、家光をはじめ、 当主自ら入門している家も存在した。当主自身が門下に入門している家、及び当主大名家に仕えた門弟も三や一門、審判不大と様その他の門弟門弟とする説もある。人物武芸者、異牲者の両方において巧妙を成したため、胸乗りの逸話には、史実上のものと真偽が不明なものがそれぞれ多数存在する。 家光との逸話拓庵との逸話大名衆との逸話、その他の逸話家光との逸話拓庵との逸話一族との逸話。これらの逸話の中には、史実と相反するものが多く、注意が必要である。二点一流小野派一刀流伊藤派一刀流戸田流、対、ステルジュゲン無重心権流、二階堂標法終わり野牛胸のり本人の著作を、 主体とした、資料胸のりを題材として取り扱っている、資料史実においては、将軍家標法指南役にして、当時最大の剣術流派の宗家という、立場、使い番や、宗目付などを歴任し大名にまでなった、将軍側近としての立場、個人としての家光や拓安その他所大名との交流、十兵光つ吉などの子供たちとの関係や終わり、野牛家との不仲など、 同時期の田の武芸者と比較し様々な側面を持つことから、その人物像は、作家、作品によって大きく異なる。山岡総八は、大河ドラマ、春の坂道のために原作を書き下ろしている。山岡は、他の小説、徳川家康、伊達政宗、徳川家光にも、胸のりを登場させ、これらの作品内において胸のりは、一貫して上下に厚い県勢であり、 家光の良期主として描かれている。また、吉川英治の宮本武蔵においても、実直な理性家として描かれている。一方で、ゴミ安助、荒山通る、宮本正隆、朝松健らの小説や、映画、ドラマ、野牛一族の陰謀、大河ドラマ、武蔵武蔵などにおいては、幕府安泰のために陰謀や暗殺を遂行する闇の世界の人物として描かれている。 また、その中でも、秀忠を悪役とする作品では、宗のもその配下の悪役として描かれがちである。また、総目付けに就任していた影響などから、裏野牛と呼ばれる密命を帯無本の目を摘み取ったり、野牛一族の邪魔になるようなものを排除を目的とする、忍者や武術、暗殺集団の頭領とされることもある。同様に、剣豪小説的な視点から描かれた場合、同時代の剣豪や、 同じ野牛一族と比較し、隔絶した地位を得たことから、剣ではなく、政治面で立身した、剣士として純粋ではない人物いう捉え方をされ、この場合、比較的評価を下げた描かれ方をされる傾向がある。また、野牛一族や、将軍家剣術指南役の確執の主軸として、描かれる場合もあり、天下の剣術指南役の江戸野牛と、一国一人の輪家を継承した。 野牛としよしの終わり野牛といった史実から江戸野牛と、終わり野牛の対立の軸として取り上げられることや、同じ将軍家堅実指南役の小野ハイチ流との、確執などが描かれる。また逆に、江戸、終わりのまとめ役となり一族共闘のもと、互いに、それぞれの役割を担い、任に当たる展開になることもある。小説映画、テレビドラマ舞台漫画ゲーム、ありがとうございます。